この人おしゃれやなドルチアンド・ガッパーナのジーパンにヴィトンの帽子ですが全てこちら偽物です大阪税関は去年1年間で輸入された偽ブランド品などの差し押さえが10年ぶりに1万件を超えたと発表しました5年連続の増加で過去最多となりますおととし10月に商標法などが改正され 個人で使用する場合でも模倣品の輸入はできなくなったことが影響しているとみられます90%以上が中国から輸入されていたほかバッグ類の差し押さえが最も多かったということです大阪税関は信頼できる購入先か注意してから購入してほしいとしています